おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。テスラ、イーロンマスクのためにオースティンの秘密の家を建てるために使われた資金について調査。テスラ、ロイターの報道後、車両の航続距離をめぐる連邦政府の調査に直面しているとウォールストリートジャーナルが報じた。テスラ、オートパイロットのイーロンモードについて連邦政府はもっと知りたがっている。これらの記事を紹介したいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価などからチェックをしていきたいと思います。ダウですけれども、ダウは今日はね、100ドル以上下げておりまして 34,770 ドル、そしてナスダックの方はね、上昇していますね。 14,074 ポイント、 S&P500 はほとんど変わってないですね。 4,517 ポイントです。そしてテスラがどうなっているかというと、テスラは若干伸ばしていて今259ドル台まで来ています。そして NVIDIA がどうなっているかというと、 NVIDIA もね、伸ばしてきてますね。495ドル台となっています。はい、ではまず最初に、テスラ、イーロンマスクのためにオースティンの秘密の家を建てるために使われた資金について調査、こちらの記事を紹介します。米検察当局は、イーロンマスク CEO の自宅とされているプロジェクト42と呼ばれる秘密プロジェクトに会社の資金を不正に使用した可能性があるとしてテスラを捜査しています。証券取引委員会もこの件に関する民事調査を行っています。連邦当局はテスラ社の航続距離に関する主張を調査しています。どちらの調査も初期段階にあるということです。はい、という記事ですけれども、テスラが複数の調査に直面している。で、今朝はこのイーロンマスクさんの秘密の家に関する情報が一番多かったです。これが今後どうなっていくのか、新しい情報が出たらまた紹介したいと思います。そしてもう一つ、関連記事ではありますけれども紹介したいと思います。テスラ、ロイターの報道後、車両の航続距離をめぐる連邦政府の調査に直面しているとウォールストリートジャーナルが報じた。こちらの記事ですけれども、米連邦検察当局が電気自動車の航続距離を誇張した疑いでテスラを捜査しています。これは先ほども言いました。具体的な内容としては、同社がアルゴリズムを使ってダッシュボード内の航続距離を誇張し、関連するサービスの予約を処理するために転換チームまで設置した疑いで告発となっています。この記事の中では、他にも先ほどと同じ内容として、イーロンマスク氏の秘密の家のプロジェクト、そして米証券取引委員会による民事調査について書かれていました。しかし、これらの調査っていうのは初期段階であり、告発に至らない可能性もあるということが最後に締めくくられています。はい、という記事ですけれども、この航続距離に関しては、以前こちらの動画で紹介しています。ぜひね、合わせてご覧になってほしいんですけれども、今現状のテスラの懸念材料としての NHTSA による規制調査、それにプラスして今日の内容ですね。特にイーロンマスクさんの秘密の家プロジェクトに関しては、いくつかの記事でも紹介がありました。ここに関してこれからいろいろと情報が出てくると思います。ということで、この後どうなっていくのか、引き続き情報を追って皆さんに、ね、お届けしていきたいと思います。では最後に、テスラのオートパイロットのイーロンモードについて連邦政府はもっと知りたがっている、こちらの記事を紹介します。この記事では、ドライバーにハンドルから手を離すように促す安全プロンプトを無効にするテスラのイーロンモードと呼ばれる隠れオートパイロット機能に対する連邦政府の監視強化について書かれています。米高速道路交通安全局 NHTSA は特別命令を出し、テスラに運転支援システムに関する詳細なデータを求めました。これはテスラのドライバーがこの機能を知らないうちに使用し、安全上のリスクにつながる可能性が懸念される中での精査となっています。この問題はテスラが自律走行技術への野心的な取り組みを続ける中で、イーロン・マスク氏が最近ライブ配信されたテストドライブ中にステアリングを握っていないところを目撃されたところでも注目されているということです。はい、という記事ですけれども、イーロンモード、こちらに関しては僕の YouTube では初登場のキーワードじゃないかなと思います。まずですね、イーロンモードとは何なのか、これを簡単に説明します。これはハッカーのグリーン氏がテスラのフルセルフドライビング FSD 機能に関して発見した隠し機能のことです。このモードを使用すると、ドライバーはハンドルを手で操作する必要がなく、完全フリーハンドで運転が可能となります。
そしてグリーン氏はこのモードでシステムの警告を受けずに約965キロを走行したと報告しています。このイーローモードに関しても NHTSA の規制が入ってきているということですけれども、昨日の動画の中で僕自身がこの NHTSA の規制に関して高速道路で 150km っていう例を出して個人的見解というのを説明しました。しかしその後ですね、 X のスペースで情報交換をしていた時にそんな単純な話ではないんですよというふうに指摘をされたんですね。どういったことかっていうのをこれから少し、ね、説明していきたいと思うんですけれども、高速道路っていうのは法律で制限速度が決められていますよね。なので法律で決められているので、自動車メーカーっていうのは車が100キロ以上出せる仕様にしても問題ないわけです。なので僕自身が昨日 150km っていうスピードを出したらドライバーが悪いっていう風な感じのことを説明したんですけど、あの表現っていうのは安易すぎるということなんです。なので昨日の僕の例え話は少し、ね、安易すぎるっていうことなので、あれを鵜呑みにしないでください。僕の表現が悪かったです、申し訳ありません。ではここから少しですね、どういったことなのかっていうのを説明していきます。例えばモデルガンで通常に使用する上では人への殺傷能力がないとします。しかしそのモデルガンには安全ロックがあり、それを外して使用すると殺傷能力が生まれるとします。こういったモデルガンが例えばあった時に、不適切に使用する人っていうのはこの安全ロックを外して使用する可能性ってありますよね。こうなってくると、そもそもそのような安全ロックが外せるように製造したメーカーが悪いんではないのかっていうことで規制が入ったりするわけです。かなりざっくりとした例ですけれども、そもそもそういった安全ロックが外せるようにしているメーカーが悪いんじゃないのかっていうところなんですね。では今の話をテスラに置き換えていくときに、誰かがオートパイロット中に両手を離してお化粧をしていたとします。それを例えば SNS などで投稿するとします。テスラに乗ったら両手を離して化粧もできるなどですね、そういった写真とかを撮って投稿したとします。そうなってくると、それを見た人っていうのは手を離して運転してもいいんだと勘違いして手放し運転をしてしまうっていうことが起きるかもしれません。当然それっていうのは可能性としてはかなりあるんじゃないかなと思います。この時に手放しをして運転をして事故を起こした際に誰の責任になるのかっていうところです。この時にもともと手を離してはいけないと注意喚起をしている、オートパイロットを使用するときにはそのような文言が画面にも表示されています。注意喚起をしているからテスラには非がない、手を離して運転したドライバーの責任ですよとなるのか、一方でそもそも手放し運転ができるように設計しているテスラが悪い、手放し運転ができるなら手放し運転をする人が出てくるのは分かりきっているというふうになるのかという解釈になってくるわけです。こうなってくると誰の責任になるのかっていうのが分からなくなってくるわけですね。なのでここに対しての議論が進んでいるということです。例えば車内カメラで監視して手放しができないようにする、それもそのシステムのロックが外せないようにするなど、ハッカーがハッキングできないということまできちんと証明できるかどうかっていうところがポイントになってくるわけです。今回イーロン・マスクさんが FST12 のライブ配信をした時に手放し運転をしている、これがイーロンモードと言われるもので、このイーロンモードっていうのは誰にでもできてしまうのか、それとも通常は絶対に使えないのか、このあたりの調査なども行われていくということになってきます。ということで今後 FSD をアメリカだけではなく全世界で広げていくためには、きちんとした規制を作る必要があり、しっかりと対応していかないと大きく遅れを取る可能性も出てきます。これは各メーカー全てにおいてそうだと思います。他社も自動運転のレベルを上げていくなら規制に関しても取り組む必要があるということなので、この規制っていうのは単純な話ではなくって、いろいろな角度から考える必要があるので、非常にね難しいところではあります。ということで、また NHTSA の規制に関しては新しい情報があり次第お届けしていきたいと思います。僕もこれがどうなっていくのか非常にね興味が出てきましたので、今後しっかりとね追っていきたいと思います。はい、ということで今日はオースティンの秘密の家、そして車両の航続距離、最後にイーローモードについての記事を紹介させていただきました。オースティンの秘密の家がですね、これがどうなっていくのか、こちらに関しては今後いろいろと情報が出てきそうなので、またね分かり次第お届けしていきたいと思います。そしてイーローモードですね、これもどうなっていくのか非常に気になるところではありますので、この規制に関してもアメリカではどうなっていくのか、今後この規制がその日本とかヨーロッパとかそういった国々でもそれぞれ規制が入ってくると思うので、それでもどうなっていくのかっていうのをですね、しっかりとね見ていきたいなと思います。はい、では最後に今日のコメント、こちらを紹介します。今日は2名の方のコメントを紹介したいと思います。まずはスイカ 2K4 さんですけれども、手放し運転の件はエレクトレックの記事を見ると俗に言うイーローモードのことだそうで、これは X でも有名なテスラハッカーのグリーン氏が見つけたものですが、テスラ社のシステムを乗っ取りルート権限を取得しないと使えないもの、一般オーナーには影響しないと考えています。
不適切な使用については同感ですが、なぜか自動運転関連、特にテスラだけ責められる不思議、ロボタクシーの反対を見ると将来の失職につながる新技術への抵抗のようにも見えますというコメントです。ありがとうございます。そしてもう1名、不適切使用が嫌ならば FSD、 つまり完全自動運転の名称をやめるべきです。そうでなければこの名称を信じた人は当然注意する必要を感じませんから、というコメントです。ありがとうございます。スイカ 2K4 さん、そしてユーザーさん、コメントどうもありがとうございます。で、お二人のコメントなんですけれども、まずユーザーさんですね。これが先ほど解説した完全自動運転という名前を聞いたら手を離してもいいんでしょと勘違いする人が出てくるということですね。なので FSD だから別に手を離してもいいんじゃないのっていうふうに思う人は当然出てくるっていうことなんですよ。だからここに関しても規制っていうのをね、入れるべきなんですね。そしてスイカ 2K4 さんですけれども、まあ、イーロンモードですね。一般のオーナーには影響しない。確かに影響はしないんですけれども、しかし、そのような機能がそもそもついている。もし何かの拍子に外れたらどうするのかっていうのが NHTSA の懸念となってくるわけですね。今回の NHTSA の規制調査ですけれども、今後のテスラの自動運転、かなり影響はね、出てくると思います。NHTSA と歩調を合わせていくと、FSD の展開も早くなるかもしれません。逆に対立していくと FSD の展開というのがね、大きく遅れを取るかもしれません。なのでこの規制調査しっかりと対応して、どういった規制になっていくのかっていうのをね、追っていかないといけないかなと思っています。ということで今後どうなっていくのか、情報があり次第またお知らせしたいと思います。はい、昨日もですねコメントいただいております。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画も参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してコメントをもらえると嬉しいです。コメントは必ず返信します。ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。そして今回の記事の内容はブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。まず僕自身のアパレルショップをオープンしました。このショップの服は環境に優しい素材を使って作られています。ぜひ今後服を買われる際にはアパレルショップブレイクの服を試してみてください。ショップのリンクは概要欄に掲載しています。続きまして LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や AI、Web3 など未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。今後のテスラや未来の最新技術についていろいろと情報交換しています。そういったのに興味がある方はぜひね、参加してみてください。参加方法ですけれども画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。 X のスペースですけれども昨日行いました。来週もまた行いたいと思います。また来週の日時が決まり次第お知らせしたいと思います。ぜひ X の方でも僕をフォローしてもらい、いろいろと情報交換していきましょう。はい、ということで NHTSA の規制なんですけれども、これはね、なかなか奥深いなと思っています。どういった規制になっていくのか、一つ一つ決めていかないといけないですよね。ただテスラにとっていいところは、テスラっていうのはアップデートができるっていうのがいいところだと思います。何か規制が入ってそのプログラムを改善したら、自宅でインターネットにつないでアップデートができるっていうのがね、いい点じゃないかなと思います。なので NHTSA ともしっかりと協議をしてもらって、安全性ということに関してね、もっともっと規制をしっかりと見てアップデートで改善してもらったら嬉しいなと思います。はい、では金曜日ですね、今週もあっという間に終わりましたけれども、今日も一日皆さん素敵な一日をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。お知らせです。僕自身の YouTube でのメンバーシッププログラムを始めました。コンテンツ内容としては、投資に対する考え方やビジネスについて僕自身の経験や今僕自身が学んでいることをですね、お届けしています。そして僕自身がどのように投資しているのか、こちらについてもお伝えしています。実践模様をお届け中ということですけれども、僕自身が実際に現金で50万円入れて、それを株式投資で運用している様子をお届けしています。どのように投資しているのか、そして結果がどうなっているのか、これをですね、一つね、口座を用意して、そちらに50万円入れて、それをお見せしています。少しでも投資の参考になればとも思っています。メンバーシッププログラムの対象者ですけれども、自己成長に興味がある方、投資やビジネスを勉強したい方、年齢や経験を問わず、これからの自分を高めたいと思っている方です。僕からのメッセージとして、一緒に成長し、学び、そして自己を高めるということに真剣に取り組みたいと思っています。このプログラムを通じて、一緒に新たな可能性を模索し、各自の成長を実現したいと考えています。
あなたの参加を心待ちにしております。一緒に成長して一層彩りのある人生をね、送っていきましょう。参加方法は概要欄にメンバーシッププログラムのリンクを置いていますので、そちらの方から参加してみてください。ではあなたと一緒にメンバーシッププログラムでお会いするのを楽しみにしています。ではまた。